C を混音とする自然7の和音プレイ。自然7度音程は950セント。7度の音についている記号については、英語版、ウィキペディアのフラットの記事を参照。C を混音とする自然7の和音演奏。自然7度音程は968.826セント。B よりも7の4分音だけ低い。C を混音とする続7の和音プレイ。 自然7度音程は千0セント。フラットも参照のこと。自然7の和音は、超3和音に自然7度音程を加えた和音である。この自然7度音程というものは、通常の単7度、平均率では千0セントの音程比よりもやや狭く、より美しい質の音程である。この自然7の和音を頻繁に使用するのが、ブルースやバーバーショップ音楽の決定的な特徴となっており、 バーバーショップ音楽を行う人はこの和音をバーバーショップの7度と呼んでいる。バーバーショップ音楽は純正率で歌われる傾向にあるためバーバーショップの7度を使った和音は自然7の和音であると正しく呼べるかもしれない。また自然7の和音はブルース風の音楽にも広く使われている。自然7の和音はギター、ピアノなど平均率に調律されている楽器では演奏できず、 代わりに俗七の和音で頻繁に禁じされる。そのため、自然七の和音は俗七の和音と呼ばれ、俗七の和音と同じ記号で示されることがある。自然七の和音をよく耳にする例として、欧米に関しては、現代になり、Happy Birthday to You の歌の最後に歌われようになった、And、Many More というフレーズの最後の、More が挙げられる。この、More は、 通常は自然7の和音として歌われることが多い。アルファスケールには7、4の展開系である8、7を使用した極めて良い自然7の和音がある演奏。俗音上の自然7度音程は、かかり止め音に使うと主音から4度上の音程がずれてしまうため、かかり止め音として使わないことが推奨されている。例えば波長長の場合、G の自然7度上の F は、 C の完全4度上の階よりもアルキタスのコンマだけ低くなってしまう。連続する7の和音、複次的属化成。V7、VV7i。ただし、西部進行は BBA で、一つ目の和音の F は三つ目の和音の F より27.26セントだけ低い。プレイバーバーショップの7和音。音階上の主音、3度、5度、そして半音低い7度からなる和音。 これが、バーバーショップ風アレンジの特徴である。バーバーショップの7和音が、それの混音より5度低い音を混音とする和音を、続けるのに使われた場合、バーバーショップの7和音は俗7の和音と呼ばれる。バーバーショップ音楽を行う人たちは、バーバーショップの7和音のことを時々、ミート・エヌ・テイターズな和音と呼ぶことがある。19世紀から20世紀初頭、この音は時々、 タンワオンと呼ばれることがあった。アバール2003バーバーショップの7度とは、バーバーショップ音楽を行う人が、バーバーショップ風アレンジや、バーバーショップ音楽のパフォーマンスに用いられる、タンサンチョウ7のワ音ン属族7のワ音につけた名称である。バーバーショップ風アレンジを行う人は、曲をバーバーショップらしく響かせるには、 俗7の和音が一つの曲につき35%から60%含まれていた方が良いと確信しており、このようにアレンジすれば非常に最高の気分が特地にする。バーバーショップ音楽はドミナントの機能を持つ単三長7の和音と持たない単三長7の和音の両方が使用され、ドミナントの機能を持つ単三長7の和音がよく連続するのが特徴である。 1940年代初頭、バーバーショップ音楽リバイバル期のバーバーショップの歌手は、意識的に属な名の和音と手話音を純正音程に合わせ、両和音に共通する音ができるだけ多くなるようにすることで、伸びのある歌声、広大に響く歌声、強固された歌声、天使の歌声と呼ばれる、ハーモニー豊かに響き渡る音を生み出した。この行為は、1944年に、 ハーモンザーという雑誌のメカニクス・オブ・バーバー・シャップ・ハーモニーというコラムにおいて、モリー・レーガンにより初めて肯定的に評価されたと思われる。バーバー・ショップの7度の例として、各音が 100Hz、125Hz、150Hz、175Hz になるよう合わせた俗和音では、和音の高音から7度の音が自然7度となる。バーバー・ショップの音楽には、 神経を続ゾ々クゾクさせる和音がある。我々は和音をすべて、素晴らしい7和音にするかもしれない。我々の和音の音は正確に4、5、6、7の周波数比である。この周波数比により、倍音が倍音を強化するのである。不協和音は最小限であり、特有の音が響き渡る。どうやってこの和音に気づけるか。簡単だ。間違いようがない。証拠がわかりやすいからだ。 この和音を聞けば、倍音が耳の中で鳴り響き、背筋が震え、腕に鳥肌が立ち、咳で体がわずかにビクッとするだろう。アートメレルバーバーショップの七度のボイシングは、通常混音、または五度音が最も低い音になるよう行われる。この密集火星の響きは、バーバーショップ音楽の特徴の一つである。バーバーショップの七度を純正率で調律した場合は、 自然7の和音と呼ばれる。ボゼンケット、ロバート・ホルフォード・マクダウェル、アンエレメンタリー・トリーテス・オン・ミュージカル、インターバルズ・アンド・テンペラメント、ピアニッシモ、41から42、ディアパーソン・プレス、ホーテン、ザ・ネザーランズ、ISBN9070907127、オン・サーテン・ノベル・アスペクツ・オブ・ハーモニー、P119、ユスタス・ジェイ、 ブレイクスピア、プロシーリングスオブザムシカルアソシエーション、十三スセス、ピアニッシモ、百十三から百三十一パブリッシュドバイ、オックスフォードユニバーシティプレスオン、ビハーフオブザロイヤルムシカルアソシエーション、ザ・ヘリテッジ・オブ・グリース・イン・ミュージック、p 八十九ウィリフレット・ペラート、プロシーリングスオブザムシカルアソシエーション、五エーセス、ピアニッシモ、八十五から百三パブリッシュドバイ、 Oxford University Press On Behalf of the Royal Musical Association マシュー WA Harmonic Experience Inner Traditions International Rochester バーモント1997 ISBN 0-892815604 Picogram 126カルロスウェンディスリーエイセメトラックディビジアンスオブザオクターブ WENDYCARLO ありがとうございます。